こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーでーす。はい、ですね、今回ね、アマゾンで、ね、買ったんですけれども、水耕栽培ガーデンキットっていうことでね、これね、アマゾンのね、人気商品みたいなんですよ。1万円ちょっとぐらいかな、1万900いくらとかね、そういうので買ったんですけれども、今ね、本当にちょっとね、食料危機とかエネルギー危機とかね、いろいろなことがこう騒がれてるっていうか言われてるんですけれども、そんな中でね、僕もですね、生き残りモードっていうかサバイバルモードに入りましてね、いろいろとやってるわけなんですけれどもね。はい、でですね、あとちょっとね、この水耕栽培じゃないんですけれども、懸念してるのはね、すごく懸念してるのは今ね、肥料が高いっていうのもそうなんですけど、農家さんのね、ちょっとね、不思議な現象、僕はよくわからないんですよ。何が起きてるのかわかんないんですけれども、どうもね、テレビでも言ってましたけれども、お米が安いお米安いんですよ。実際本当に安いんですよ。だけれども本当に余ってるってわけでもないし、まあ足りないってわけでもないんですけど、安いのにはね、安いのはね、消費者としては嬉しいんですけれども、ただね、安いイコール安心っていうわけじゃないんでね、なんかどうもね、誰でしたっけね、最近ね、 YouTube のね、トモさんっていうね、有機農業とかやってる方がね、あの人は結構ね、なんか研究されてるんですよ。本当、研究者でもあるんですよね。自分で農業やってるんですけれども、非常にですね、分析っていうかですね、データを出してちゃんとね、説明してるんでね、非常に参考になってるんですけれども、やっぱりなんかお米の価格がね、異様に安いんで、ほとんど、お米では収益が出ないっていうことですね。なので、お米を中心にやってる農家さんね、特に小さい農家さんなんかは今後ですね、9月以降っていうのは多分今年の収穫を終わった段階で見切りつけるっていう人が結構増えるんじゃないかというようなね、それで大きい農家さんが生き残って、生産がね、ちゃんとできればいいんですけれども、どうもね、なんかそうじゃないような気がするんですね。本当陰謀論じゃないですけど、僕の勝手なね、推測なんですけど、なんかね、農業というかですね、それ食料作ってるところを潰してるんじゃないかなんていうね、ちょっとね、そういう風にもね、僕の中では思えてきてね、困ったなと思って、それにはですね、ある意味ね、自分で少しね、やっぱ準備しとかなきゃいけないと。で、いざそうなった時にですね、さてやろうかって言った時になかなかね、すぐにはできないんで、僕やってるのは今の段階ではですね、特に今も庭でねやってるんですけど、多分失敗すると思います。前にも言ったようにですね、どうもね、感覚を取らなかったせいでですね、もういろんなね、作物が入り乱れてですね、大変なことになってる。ミニトマトだけはね、大体毎日ぐらいね、10個ぐらいね取れてるんで、いいんですけれども、あとはかぼちゃがね、花ばっかりたくさんできてるんですけど、どうも実が見つからないのとね、ゴーヤもですね、2つね、苗が植わって結構大きくなってるんですけれども、なんか今年の種が悪いのかなんかよくわからないんですけどね、ゴーヤ1個ぐらいしかなってないんですよね。昔ゴーヤ作ってたっていうかね、やってた時には
あの取れすぎちゃってですね、あのみんな捨てちゃったんですよね。あの売れて落っこってね。でその落っこったゴーヤの種がまた来年出てくるんで、そういう時期はあったんですけど、今年のゴーヤはね、なんか種類が違うのかな。葉っぱもね、昔にやってたのに比べて小さいような気がするんで、あとは背丈もですね、今1メートル50センチぐらいですかね、人間の背の高さぐらいなんですけれども、以前やった時にはですね、もう2階を通り越してですね、もうぐんぐん伸びてましたんで、何が違うのかよくわかんないんですけどね。そういうところがね、僕なんか素人なんでね、結局わからないんですよ。だから一回ね、こうやってみてですね、いろいろとわかんないところとかを、失敗したところをこう調べてですね、実際のね、本当の危機になった時にね、種さえあればね、例えば2、3ヶ月で、収穫できるものって結構ありますんでね、多分芋類、じゃがいもとかですね、さつまいもなんかもね、時期によるんですけど、さつまいもの、じゃがいもはなんか春と夏みたいな2回ぐらいね植え時があるみたいなんですね。あとはクレソンとかですね、そういうのをちょっとやろうと思って、これはね一応ねクレソンをやろうと思って、実際ね今ねクレソンねやってはいるんですよ。要するに水耕栽培でなんていうんですかね、スーパーとかですね、この前山梨の富士山行ってきたんでね、その時にクレソンね、ないじゃないんですけどね、買ってきたんでね、それを水につけといてやってるんですけど、なかなかね、なんか知らないけど何が悪いのか分かんないんですけどね、水だけでいいみたいなんだけど、YouTube とかで、なんていうんだろう、ブログとか見るとね、みんな簡単にできてるのに、なぜか僕がやるとですね、全然大きくならないでですね、結構腐ってきちゃうんですね。暑さのせいかなと思ってたりもするんですけど、毎日水取り替えてるんですけどね、それでもなんかね、うまくいかないんですよ。だからそのギャップがないかなっていうの分かんなくてですね、とりあえず、キットを買ってですね、観察しようかなというね趣旨でね、実験的にね、だからこれがね、これで、ね、別に自給自足しようっていうわけじゃなくてね、逆に言うとこれね、ちゃんとしたっていうかね、実績があるものであれば、これを見てですね、実際にはですね、ポンプとかそういうのもね、LED ランプなんか普通の照明のはね、結構たくさんあるんですよ。ジャンク品っていうかですね、はい、壊れたやつで LED はちゃんと動作するようなやつっていうのは結構あるんで、要するに例えばですね、LED 蛍光灯ね、あるじゃないですか、あれ壊れても LED はね全然問題ないんですよ。壊れるのはですね、その中に入ってるコンデンサーですね、100ボルトから、一般にLED ランプっていうかですね、蛍光灯の代わりに、置き換えるっていうやつはですね、100ボルトからですね、12ボルトとかそのぐらいを取ってるんですけど、それで LED が点灯するんですけれどもね、その中のこう100ボルトから DC に落とすところのコンデンサー、フィルムコンデンサーなのかな、マイナコンデンサーなのかな、ちょっと忘れましたけど、それが壊れてるんですよ。主にですね、熱なんですよね。電気を使うんで、そこがこう熱が出るんですよ。それを蛍光灯ランプみたいにね、してますんで、熱が中にこもるんですよね。それがやっぱり初期のやつ、特に初期、最近のはいいのかもしれない、放熱効果もあるのかもしれないけど、
昔のやつはね、熱がこもったりなんかしてですね、そのコンデンサがもう飛んでしまうんですよね。そのコンデンサ取り替えれば普通に動くんですけれども、なのでまあ LED のランプ自体はですね結構あるんですよ。だからそういうのも利用してですね、自作で作ってみようかなっていうのもあってね、ポンプなんかもねそんなに高いもんじゃないんで、これが1万円ぐらいですけどね、このくらいだったらもっと随分 DIY で作れば非常に安くできるんで、あとは違う方あのやり方とかもあるんで、試してみたいと思って買ってみました。はい、今回はですねちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、この開封ですね。はい、はい、こう開けますと、開けるとまあこういうね、植え方、苗の植える方なんだこれやっぱねメイドインジャパンじゃないのかなこれあれと思ったね、わかります、ここ苗の植える方植える方って何ですかね植え方ですよね。うん、本当もよく見ると違うかもしれないですね、日本の本当じゃないかもしれないけど、まあわかんないですね。はい、ほんでこうトリセツ水耕栽培ガーデンキットということですね。モデル ID いくつって書いてありますよね。はい、これなんでまあそんなに大きいものじゃないんですけど、ポンプとかこうついてまして、ね、うん、一応ねこの一応トリセツは日本語でちゃんと書いてはありますけれども、普通に、なんかちょっとフォントがあんまり乱れないフォントかもしれないですけども、まあ大丈夫かな。はい、メイドインチャイナですね。いろんなところにメイドインチャイナ入ってるんですよね脱却しないといけないなと思ってるんですけどね。はい、ですね、あとはこれだけですね非常にちっちゃい、これだけです。はい、これクッションですね、外しますと、そしてこれが LED かな、 LED とファン、これは LED は何種類かこう波長が違うのがついてるのかもしれないですね。はい、はい、ここファンがついてますね。ファンがついて、ファン本当に必要なのかなちょっとよくわかんないですけどね、ファン&ウォーター、ベジタブル、フラワー&フルートパワーね、こういうねボタンがついております。そしてですね、これね、メルカリのもあったんですけどね、中華がなかったんですよね。あんまりね、安いのがなかったんですよしょうがないよね、ちょっと高いなと思ったんですけど、なんかこれをここにつけるのかな、これ、本人そう、これ違うの、しょっぱなから電源はどこ、電源はどこどこにあるの、あれ、あ、この中入ってるんだな多分、ね、これをあ、取れた、はい、取れました。あ、そっか、これはまあスポンジですね、スポンジがいくつか、あ、結構スポンジばっかりですね、スポンジがこんな3つもあるんですね。あ、違う、まあいろんなスポンジだけじゃない、スポンジは2つですね。で、なんか知らないけど蓋みたいなのついてまして、あとはこれもカップみたいな、これはなんだ、
さないとよくわからない。これもで、あ、これが DC アダプターかな、もしかしてアダプターかな、AC アダプター。はい、こうなってますね。そしてこれが、あ、これがこれがポンプかな、ポンプで、これがこれが支柱になってるのかな。これが、こうなの、どっちだろう、こうなって、で、これがこうなって、こうですね。はい、そして、これはどこに行くの。で、これが、こっちがメインだもんね。この上の天井のやつがメインなんですね。LED だけじゃないんですね。これメインが上のやつですね。もうちょっとしっかりしない？なんか怖いね。パリンといきそうな感じ。これね、うん、これどうなんだろうな。ちょっとね、しっかりしたいな、僕的にはね。これずっとやってるうちに多分パキっていくんじゃないかなって気はしますけどね。僕もウォークマンとか修理してますから、まあなんとなく感覚で、ね、これはちょっとないんじゃないかなって気はするんですけど、まあ仕方ないのかな。なんだろうな、これね、どっかもうここから下からね、もうダメなんだね。だから下にね、一個ね、ちょっとね、あの補強が入ってると全然違うと思いますね。この下からこれが歪むのね、下のなんていうんですか、ボトムというかですね、底辺のね、ここの部分ね、中の部分、これがですね、歪んでますね、はい、全体がこう歪んで、こういうふうになってます。もっと刺さるのかな、もしかして。あ、もっと刺さる、あ、こうなるんだな、あ、こうなるのね。でもやっぱりあんまりこういうふうにやると、うん、まあまあこんなもんかな。こんな高いもんじゃないんでね。あ、そしてこれはどこ行くの。これが多分ね、さっきのここに行くんですね。はい、ほんでこれはどこに行くのかっていうと、こっちにあるのかな。あ、こっちにあるね。こっちに2つだから、電源がこのね、AC のアダプターからですね、この上のランプとかついてるところに行ってですね、で、そこからですね、この、ポンプに行ってます。ポンプね、ここにポンプがついてると思います。はい、そしてあれ、これポンプでしょ。やっぱ見ないとダメですね。これまでいいでしょ。そしてもうこれでいいのかな。ウォーターポンプで、で、まあこれがつくのかな。で、ここがあの水を入れたりするところですね。
ンプちゃんと空気入るのかな、ちょっと心配になってきた。で、これは何するんだろう、カップ、こうじゃないの、こういうカップがついてまして、あとは多分これはこれはね、こういうねやつがあって、あとこれ蓋みたいな、蓋だよね、これね、蓋、あと、あ、これはこうやってつけるんだ、待ってどうでもいいんですけどね、こうやって何が上がってるよっていうことですね。でね、これってあと何個だったの、あれ、あ、ここだ、これがこう、こうなるんですね、こうなって、こうなって、ここに、ここ種入れて、こう落としてですね、こういうふうにするんですね、はい、そしてで、レンゲ入れてみた、はい、ちょっとすいませんね、バッテリーの方にね、夜チャージしたんですけれども、で、今ね、このクーラー入れますけれども、クーラーね、バッテリーから取れるようになったんですよ。はい、一応ね、うちのこの部屋のクーラーね、バッテリー駆動で切り替えられるように、バッテリー駆動に切り替えられるように、したんでね、あとはどのくらいね、こう、クーラーがこう持続できるかっていうところがちょっと調べなくちゃいけないんですけど、ね、はい、よし、はい、プラグにして、おっ、くそいきなりいきなりついた、はいはい、これがフルーツ、これが野菜、ベジタブル、ファンが止まる、あ、ここのファンね、ここのファン、うん、こう来ますね、どうなんだ、ちょっとファンを止めてですね、これ、うん、ベジタブルの方、あの野菜の方ですね、ちょっと紫外線っていうかですね、波長が短いような気がしますね。で、フルーツっていうふうにすると波長が長い、ちょっとね、赤外線じゃないですけども、うん、波長が長い、こう暖かい、光になってますね、はい、まあフルーツじゃなくてですね、ベジタブルのいつも言ってるね、はい、これで水を入れるとどうなるのかっていうところがちょっと気になりますけどね、今まだ入れてないですけどね、これでね、はい、で、これオフ、うん、あれ、あ、ファン&ウォーターですから、これでファンが回って水、後ろにね、水を抜くところがあるんですけれども、これでどのくらい入れるんだ、どのくらい水を入れるか、水を入れる、
くらい。水を4リットル以上に維持してください。4リットルってのはどこなんだ。おいおい、わかんない。ですね、ステップ1、水を追加するっていう手順がありますね、これね、操作の中にね。この中にですね、水タンクのカバーを、回転させ、さっきの穴ですね、これね、穴を回転させてですね、回転させて、こう回転させて、こちら回転させて、ここから、穴から水道水またはボトル入りの蒸留水を注ぎますって。まあ、井戸水どんどんとありますけど、水が 1.5 リットル未満の場合、ウォーターポンプは大きな音を出してこれを知らせます。よくわかんないって自分は、ウォーターポンプが音を出すの。採量の結果を得るには水を4リットル以上に維持してください。植物のすべての根が水を吸収するのに十分な強さになる前に、やっぱね、これ日本語おかしいよ。強さになる前に、十分な強さになる前にスポンジが水と接触していることを確認するために、水を4リットル以上に維持してくださいと。栄養素を追加する、あ、これね、あ、まあね、ということはですね、どのくらい水を入れているかわかんないんですけれども、ですね、これね、何リットルっていう、あ、ここか、ここだ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 、ここにありました、ここの窓、ここにね、窓あるんですよ。これでもってですね、まあ4リットルぐらい打ちしろって書いたんですね。まあちょっと入れてみますかね。はい、まあ、とりあえずこれ外して入れてみようかな。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、一応ね、4リットル入れてみました。こんな感じね。はい、これね、ちょっとパンとあれ、ちょっと動かしてみますね。どうなの？あ、こんなのって。お、あれ、酸素を出すわけじゃないの。攪拌してるんですね。あー、そうなんだ。普通は空気をですね、こう入れると思ってたんで、こうブクブクすると思ってたんで、よく出てくるのは、やり方で出てくるのは、こう水槽のね、水槽っていうか金魚とかの、ポンプね、ポンプを使って、ブクブクやるっていうのが出てきてたんで、多分そうかなと思ってたんですけど、この場合は空気じゃなくて、空気を入れるんじゃなくて、水を攪拌させるっていうような感じですね。これ一応ね、こう水のポンプですね。一応ね、ほら、こういうのもあるんですよ。ね、はい、こういうのも買ってあるの。だから僕はこのね、こういう、こうポンプでもってブクブクやるのかなと思ったら、そういうタイプではないということですね。はい、まあ、いろんなのがあるんで、いろいろ試してみたいと思いますけどね。はい、そしてまあこれをこうやるわけですけれども、そしてあれ、そしてこうやって水使ってますね、これくらいね。4リットルやるとこのぐらいまで使えるんですかね、ここのね。はい、で、これに一応ですね、今回ですね、サニーレタス、サニーレタスをやってみようかな。こう見栄えもいいから、これをですね、なんか敷き詰めそうな気がするんですけど、一応ですね、3粒ぐらいずつね、入れるということが書いてあります。
回してこれやってこうこのかな、この1列ぐらいやってみようかな。後からですね、あれが届くんです。今日あたりね、多分ね、なんだっけな、ルッコラじゃなくてね、バジルじゃなくてね、クレソンが届きますんでね。はい。で、これで、さあ。で、これ手前にですね、手前の方には、サニーレタスを、手間じゃないこれね、こちらが後ろに行こう、後ろ、ね、で、ここにこっち、ここに、はい、サラダ食べられるかなちょっと怪しい僕はね、もうね、いつもね、失敗ばっかりするんでね、でもね、失敗すると、あ、これはやっちゃいけないんだとかね、こういう風にしちゃいけないんだとか、そういうのが分かるので、二度同じ失敗しなければいいなと思ってるんですけど、大体一回失敗すると二度三度ですよ、同じような失敗をしております。はい、よいしょ。はい、一応ね、この後ろにサニーレタスね、こうやりましたんでね、これで水がぐっと上がってくると思うんですよね。こうやって少しずつわーっと見えますけど、ちょっとね、で、ちょっとファン、今ファンじゃねえや、ほら、音は静かですね。今ファン回ってますね。これ今これ切っといていいですね。これライトも切るっていうの、あ、切れるのね。これでとりあえずこう回さなくていいのかな、これオフにしとけばいいんですよね、今ね。これこの状態で出てくると思いますんで、そしてまあ葉っぱがこう出てきたらですね、栄養というかですね、肥料もあげたいと思います。はい、これからちょっとやってみますけど、どうなることですかね。はい、ということでですね、いろいろ実験してますけどね、今日はね、ちょっとね市役所行くのとね、ちょっとチーロバっていうところに行っていきたいと思ってるんですよ。チーロバっていうのは、まあ全然これと関係ないんですけどね、障害者がねやってる、運営はね、石田さんっていうね、僕と同じ名前名字の人がやってるんですけれども、多摩市にあるね、チーロバの家っていうね、リサイクルショップがあるんですよ。そこにですね、ちょっとおふくろのね、遺品じゃないですけど、袋がなんかいろいろ溜め込んだやつとかね、そういうのをね、こう寄付してこようかなと思ってます。食器とかね、そういうのね、非常にね、掘り出し物があったりするんですよ。以前にもね、ずっと前にね、もうやったんですけれども、僕もそういうね、活動という精神障害の方のね、活動をしてたんでね、一応ね、障害者家族会のね、副会長とかもやってたんですけどね、その関係でね、まあいろいろとね、でこの前もね、その世界では非常に有名なね、高森先生って言います。90年、ね、この前ね、先週電話したらね、89歳だっつってましたね。89歳、今回ね、桃をね送らせていただいたんでね、はい、その先生にもですね、いろいろとね、お世話になったりなんかしててですね、たまに電話かかってきたりとか、こっちから電話したりするんですけど、まあ、全国講演してるんですよ。精神障害の関係のですね、家族、ソーシャル、SST 家族 SST っていうのをやってましてですね、 SST っていうのはソーシャルスキルトレーニングっていうやつですね。家族向けの、まあ障害者の家族向けの、そういうですね、ソーシャルスキルをトレーニングするっていうですね、まあ講演会というかですね、
ロールプレイとかですね、やって僕なんかもう行くとですね、借り出されてですねやらされるんですけれども、最近はもうコロナでね、めっきり行かなくなって、ほんでなんだリモートでね、やってるっつってましたあ、89歳のねおばあちゃんなんですけど、すごく元気なおばあちゃんでね、2時間とか3時間ね、ずっと立ちっぱなしでね、講演するバイタリティのあるおばあちゃんなんですけど、高森信子先生って言いましたねはい、お世話になってます。またね、コロナとか収まったりとかしたら、またお会いできるんじゃないかと思ってますけれども、はい、ということで関係ないことになりましたけれども、はい、この辺でね、チャンネルとこう終わらせたいと思います。はい、今日はそれとね、あとね、キジロファル行くんですけども、それとね、ウォークマンのね、やっとね、ウォークマンね、本腰入れて少し動き出せそうなんでね、ウォークマンの電池蓋の方ね、仕上げたいと思っております。ということで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。なおじいでした。今後ね、これがね、大きくなって、ね、食べられるようになったら、またいろいろとご報告したいと思います。はい、どうもありがとうございました。失礼します。よいしょ。